タトラ T603 は、チェコスロバキアの自動車会社タトラが製造した大型のリアエンジン、後輪駆動の高級車である。この車はタトラ T77 に始まるタトラ社の流線型セダンの流れを組む車であり、社会主義時代のチェコスロバキアでは、共産党の高官と工場幹部のみが603を使用できた。この車は、その多数カ国にも輸出された。 タトラシャワで最高級自動車を製造する伝統的なメーカーであった。オーストリア・ハンガリー帝国の皇帝カール一世は NW タイプ T を使用し、チェコスロバキア共和国の大統領トマーシュ・マサリクは12、気頭エンジンのタトラ T80 に乗り、マサリクの後継者エドバルド・ベネシュは流線型のタトラ T87 を使用した。 T87 は1936年から1950年まで生産される一方で、戦後の T600 が新しい政治体制の指導者の専用車として考慮されたかもしれない。T600 はかなり小型の4気筒エンジン車であり、戦前の小型タトラ車 T97 の後継車として作られていた。T97 の生産はナチスドイツにより、 自国の KDF アーゲントの類似を隠蔽するために中止させられた。1948年からチェコスロバキアは社会主義体制となり、その経済は後に東ヨーロッパの社会主義諸国で構成されるコメコンによる一定の統制下に置かれることになった。1952年に T600 の生産が終了するとコメコンは、タトラにトラックの生産のみをさせ、高級車は ソビエト連邦からチェコスロバキアへ輸入させることに決めた。1955年のタトラ T603 のモックアップしかし、ソ連製大型車の供給事情の問題を見て取ったた、虎の熱心な技術者たちは水面下で新型車の開発を格索していた。フランティーシェック・カルディウスとベラデミール・ポプラーに率いられた技術人は1952年に密かにファルタと呼ばれる。 新型車の開発を始めたが、表向きは彼らの作業時間は、新しい三軸バスのタトラ T400 の開発に、費やされていることになっていた。1953年には、ソ連製の車両の納入の遅れと同時にその品質の低さに愛想を尽かしていたジェコスロバキア、共産党政府からの要請もあり、大型乗用車開発のプロジェクトが正式に、再開した。 この新型車は3.5リットルの空冷8、気筒エンジンを搭載して、1954年末までに生産準備が整うことになっていた。ファルタでの作業のおかげでシャーシはほぼ準備ができていたが、エンジンに関しては課題が残っていた。秘密裏の設計作業ではあったが、誰もこのような大型エンジンに関わったことはなかった。ジュリウス・マッカール議士は、 すでに開発済みの T603 で使用されていた2.5リットルエンジンをこの新型車に臨時で搭載することを提案した。その一方で大型エンジンは4、5年以内に用意できる予定であった。最初の走行可能な T603 は1955年に完成した。多数のボディデザインが風洞での試験にかけられ、最終的にフランティーシェックカーデスのデザイン案を ベラデミールポプラートジョゼフ・チャルーパンが仕上げたものが選ばれた。こうして1956年から1975年にかけて3つの型の T603 が順調に生産され、それぞれ T603、T2 から603、T3 から603と呼ばれたが、この3つの名称はダトラにより正式に与えられたものではなかった。よって、 例えば、ヴィンテージカー市場のような区別が必要な場面においては、便宜上、常実の他に、T603、2、T603 から2、T2 から603、タトラ2から603、T603、T603 セカンド、など、様々に表記される。タトラ T603 あまりに独特なライトケース入り3等、式ヘッドライト T603 のリアビュー。 リアエンジン車らしからぬ、穏健な形態。戦前のタトラの乗用車のスタイルを引き継いだ、流線系のボディに T87 を最後に途絶えていた3頭、式ヘッドライトが復活した。しかし、ノーズ先端中央部にガラスで覆われた楕円形のライトケースを設けて、横並びに集中配置する独特のデザインであった。中央の一等は T87 と同様に、ステアリングと連動して、 進行方向を照らす機構になっていた。後部スタイルは曲面形態を残しつつも明らかなヤーライスタイルを脱したセミファストバックとなった。大型のテールライトを備え、一見すると後ろ側にはルーバー形態の通気口が見当たらず、5列席ドア直後の車体側面にエアインテークを後部バンパー中央に冷却風及び、排気ガスを突出するグリルを目立たないように設置するデザインにより、 リアシップ車ながらもエンジンが収まっていることを感じさせない洗練されたリアスタイルを実現した。広いリアガラス中央に細いピラーが入っており T87 の背びれの残滓を思わせる。前景画像の通りモックアップの段階では背びれをつける計画であった。しかし計画段階で断念された。完全なファストバックでないのでリアフード開閉の支障となり、 また、空力面でのメリットも薄かったことによる。T2 から603一般的な左右二頭の四頭式となったが、より目すぎるために帰って強烈な個性を放つ。T3 から603、T2 から6 0 3通とも称する、後期型。未だ個性的な顔立ち。1962年以降のモデルである T2 から603は、ガラスカバーのない。 より一般的な4等式ヘッドライトとなったが、2個ずつまとめられて、従来のライトケース内に窮屈にレイアウトされたため、かえって独特なフロントデザインとなった。また、フロントのトレッドを 50mm 拡大して、回転半径を小さくし、後輪の軸間距離は 55mm 拡大され、エンジンが改良された。ダッシュボードも変更された。 1966年はブレーキが倍力装置付きとなり、1967年には全面ガラスの高さが 66mm 拡大されたことを含むいくつかの変更が加えられた。1968年リリース。T2 から603通とも呼ばれる。ブレーキにバキュームサーボが装備されて強化された。グリルが配され、より目すぎた4頭ヘッドライトは、 左右に離れて配置されて、いくらか恩恵な体裁を取った。前輪にディスクブレーキが導入され、法規的な理由により正式に乗車定員が5名に変更された。なお、各年代ごとにウインカーランプのサイズや位置、色合い、クロームメッキのオーナメントなどにも変化が生じている。1973年に T603 はチェコスロバキア社として初めて ポイントレス添加装置を採用した。T603 は製造期間を通して半ばハンドメイド的な手法で限定生産されていた。総製造台数は2422台とされるが、正確性は不明である。複雑なことに T603 のマイナーチェンジモデルが登場すると、それより古い T603 がタトラ工場に送られ、 ここでオーバーホールとマイナーチェンジ車並みのアップデートを受けるケースが多く見受けられた。このため多くの T603 は元々の生産時期に関わらず後期型のマイナス3の姿に乾燥され、その一部が新車として生産台数に20にカウントされていると言われている。西側にも少数ながら輸出され、一般向けに販売された。小規模だが熱狂的なファンクラブが存在する。 ヘッドライトギャラリー T603T603 カバーガラスのないタイプ T2 から 603T3 から603前景画像と比べるとボディカラーと相まって異様さが目立つ流線型のタトラ車、T603 の最初のモデルは中央のライトがステアリングと連動して左右に向きを変える3等ヘッドライトで判別できた元々このヘッドライトは一体意識のガラスに覆われていたが あとに三分割式のものに変更された。前のボンネットの下には大きな過失があり、さらにその下にはスペアタイヤが搭載されていた。このスペアタイヤは車体仮面から開くことのできる独立した収納区画に入っていたため、トランク内の荷物を取り出さずともスペアタイヤの出し入れができた。初期の全面ガラスは二分割であったが、間もなく一枚ものに変更された。 室内は6名がゆったりと座れる空間が確保されており、前席中央の搭乗者が安楽に座れるように、シフトレバーはフロアではなく、ステアリングホイールの下についていた。最大4名までが使用できる大きなベッドにできるように前席は折りたためるようになっていた。鉱石の背後には、隔壁、2つ目の過室、もう1つの隔壁があり、すでに T77 で採用されていたこのレイアウトは、 エンジンからの騒音、周期、熱気といったものを最小限に止めていた。車体後部は大きな二分割ガラスに特徴があり、これによりリアエンジンのタトラ車としては初めて良好な視界を確保していた。車室内には独立したヒーターが装備されていた。少量生産と生産の自動化レベルが低かったことで、一品製作的な改造は比較的簡単に行うことができた。 タトラ603回 V 型8気筒オフエンジン V 型8気筒のオフエンジンの重量が 160kg しかなかったことで最大荷重状態で前後輪車軸の重量配分が47、53であったこのエンジンはすでに後期型のタトラ T87 で使用されておりその非常に高い信頼性はタトラ空冷システムは最も高温になる部分を より効果的に冷却するように設計されていた。さらに改良された T603HA エンジンが登場し、このエンジンから T603HB と T603HT が派生した。シンクロ機構付きのギアボックスは4足であったが、標準ギア比の代わりに山岳地用ギア比を注文することもできた。シフトノブは全席中央の搭乗者の空間を確保するために、 ステアリングホイールの下についていた。ギアボックスはリアアクソルのシャフトと一体化されていた。サスペンションは後輪がスイングアクソル式、前輪がマクファーソン式で油圧式ショックアブソーバーとコイルスプリングを使用していた。当初は二重系統の油圧ブレーキ機構を備えていたが、後に単系統に変更された。1968年までは全車が ドラムブレーキを使用していたが、ディスクブレーキに変更された。T603 は、政府上層部と工業界の幹部のみに割り当てられていた。生産された T603 の1、3は、当時チェコスロバキアの同盟国であった中央、ヨーロッパと東ヨーロッパの国々と、キューバ、中華人民共和国へ輸出された。個人への販売は通常は不可能であったが、東ドイツでは、 個人所有の T603 が少数あった。20年にわたる生産期間中に2422台が生産され、その大部分が手作業で組み立てられた。鉄のカーテンの西側ではこの車のことは知られていなかったが、数台は西側諸国の首都で駐在チェコスロバキア大使により使用されていた。1974年に T603 は T613 にとって変わられた。 キューバの元国家評議会議長フィデル・カストロは今もカーエアコン付きの T603 を所有していると思われる。もともとコメコンはチェコスロバキアに年産300台以下の高級車製造しか許可していなかったがタトラ社はこれ以上の数を生産していた。このことは1957年と1958年にとりわけ東ドイツが 独自の高級車ザクセンリンク P240 を作ったことで問題となった。コメコンは2国に対しどちらか一方が生産を続け、他方へ供給することを決めるように裁定した。1958年に両国の内務省は評価試験を実施したが、それには東ドイツの工業省が個人的に参加した。T603 が勝利し、東ドイツの政府高官は、 T603 に乗り、下級管理はソ連からの輸入車に乗らねばならなくなった。タトラ 603B6 タトラ T2603 ラリー、タトラ 603B5、1967T603 は1957年から1967年にかけて79のレースに参戦し、60回の優勝と56回の2位、49回の3位を獲得した。 ほとんどの場合は量産車にレース参戦のための最小限の改造を施しただけであったが、後にはより大掛かりな改造を施した車も現れた。知られているのはインジェクタによる冷却装置を備えたエンジンである。1959年に3台がオーストリアンアルパインカップに参加した。全車が完走、入賞し、アロイス・マルクがクラス優勝を獲得した。1ヶ月後に、 同じチームメンバーで第31回ラリービースバーデンに参戦し、アロイス・マルクは2代のメルセデス・ベンツ社に続き、総合3位に入り、最優秀外国人ドライバーに選ばれた。閉会式では優美で洗練された競技仕様の T603 は金色のリボンで飾られた。タトラ社は1960年のラリー・モンテカルロへの参戦を目指していたが、最初から チェコスロバキア政府当局からの反対に直面した。最初、スポーツ協会はタトラ社のドライバーの代わりに独自に選んだドライバーを出場させることを望み、後には公式にタトラ社とシコダ社に参戦を禁じた。もちろんこれに対して、モラビアの企業であるタトラ社は起こり、当局の決定の中に典型的なボヘミア人のプラハキシツを見て取った。 特に、守護打者だけに、レース参戦が許可されるとこの思いは深まった。1台だけの603がこのレースに参戦したが、タイヤがバーストした後に衝突して、損傷を負った。3台の603が、この 6100km の長距離ラリーに参戦した。1台が、クラス優勝。1台が、危険。もう1台が、機械的不具合により脱落した。 このラリーには97台が参加したが、21台しか完走できなかった。3台の2から 603GT がこのレースに参戦した。これはスパがスタート地点であるが、主要なパートはニュルブルクリンクで行われた。スタート後82時間でたトラシャは出場クラスで2位と3位、総合で3位と4位につけていた。3台目は不具合により完走できなかった。 タトラチームはレースで量産タイヤを使用する GT カテゴリーに出場した唯一のチームであった。再度3台が同じチームメンバーでレースに参戦したが、今度は車の改造範囲の広い B5 カテゴリーでの参加であった。タトラ社はクラスでの1から2から3位を総合でのチーム優勝も獲得した。1台がシカと衝突してヘッドライトを損傷して減点が課され、 その後に同じ車が燃料系統とタイヤに不具合を発したことで22位まで後退したが最終的には総合5位に食い込んだ3組のクルーが近代化された1968年モデルでこのレースに参戦した非常に悪天候だったため最後の2位で43台中のわずか13台しか完走できずこの中の2台がクラスで3位と4位に入った603であった その後に一人のチェコ人ドライバーはこのレースについてまだ生きていることが幸運だ。と語った。タトラ社はいくつかの国内レースにも参戦し、そのほとんどでポールポジションを取った。ありがとうございます。